講師の佐々木博美です。 本試験を前にに不安や緊張でいいいいいいいっっっっぱぱなてらしゃるる方もいると思います、えー、ただですね、えー、不安や緊張焦りといったものは、えー、これまで頑張ってきたあ証なんですね。えー、そしてまた、えー、合格不合格という結果がちらついてしまって、えー、どうも勉強に集中できないという方もいらっしゃると思いますがでその合格不合格がちらついてるということは合格が届く位置にいるからこそなんですよですからあぜひですねこれまでの努力を信じて誇りに変えて、えー、頑張っていただきたいかなと と思いますこれからの頑張りこれが今までの1年間の中で一番伸びる時期なんですね、えー、ぜひこれからすべきことは基礎の確認新しい知識の確認よりも基礎基本の確認これを大事にしてラストスパートでできることこれをすべてやってください集中できないと思ったならば取り組むの支えを変えるだとかそしてできる限りのね毎日日々自己ベストこれを目指して頑張っていただきたいかなと思いますぜひ皆さんの 合格これをお祈りしております、えー、ぜひ5分をお祈りしております頑張ってください